我が家の被害は棚のものが落ちた程度でした。津波警報が発令されたため、一応高台に避難しました。X に投稿された能登半島地震で被災した当時の状況を綴った漫画が今話題になっています。この漫画を作成した石川県在住のイラストレーター浜井蓮根さんに当時の話を伺うことができました。友達と遊ぶ約束をしてて、友達がちょうど着いて遊び始めてもう30分ぐらいで、もう本当にやっと楽しくなってきたっていう時に、地震が来たので、もう本当にもうびっくりして、もうパニックになってましたね。人を助ける仕事をしているという夫と、2人の娘、そして夫の両親と暮らしている浜井さん。この日は夫が夜勤でいなかったため、友達と家で遊ぶ約束をしていました。その最中に起きた最大震度7の大地震。すぐそこに、テーブルはあったんですけれど、入ることも頭に浮かばないぐらい本当に急に強い揺れが来たので、もう3人で肩を組んで、子供をとにかく守らなきゃと思って、もう子供を腕の下に隠すような形で。浜井さんの家の損傷はなく、被害は食器棚のお皿が割れる程度だったそうですが、テレビに映ったのは津波警報と逃げての文字。どうしようどうしようって、焦ったんですけど、友達と避難することにしまして、で非常用持ち出し袋をとりあえず持って、海も近かったので、もうそこに行くよりは山の方に行った方がいいんじゃないかという判断で、とにかく車を海から遠い方に、走らせてました。カーナビでニュースを流しながらだったので、もうなんか急がなきゃってなんか焦るような感じでしたね。ずっと逃げてくださいっていうアナウンスが聞こえてて、もうずっと地震速報もあって、余震もその時もまだ揺れたりとかもしてたので、すごい怖かったですね。その後やっとの思いで避難所に到着すると、ある異変が。避難所に着いて、ちょっと靴をやっと脱げるっていう時に、脱いで落ち着いてみたら、足に破片が刺さってまして、なんか歩いてる時も痛かったんですけど、石が入ってるのかなぐらいにしか思ってなくて、とにかく慌ててたので。非常持ち出し袋に入っていた傷薬で手当てし、大事には至りませんでした。その後、避難所で一夜を明かし、翌朝には無事家路に着くことができました。いつ起こるかわからない災害。能登半島地震を経験した浜井さんは、日頃から準備が大切だと語ります。我が家は、夫が人をちょっと助ける側のお仕事をしているので、一応災害に備えてはずっとあって、あるとやっぱりパニックになっても、それだけ持って出れるので、やっぱあってよかったなと思いました。でもそれだけ、意識は高かったのに、やっぱりちょっと油断がありまして、お水を入れてたはずなのに、賞味期限切れたからって一回出しちゃったんですね。で、そのまま補充せずにいたので、もう肝心のお水がなかったことが本当に失敗したことです。ということ
ということで、まあ、本当にあの時どのような気持ちでどのように逃げたのかということが、ね、漫画に綴られていましたけれども、うん、では、まあ、私たちですね、突然災害に巻き込まれてしまった時にどういうふうな心持ちで行動を起こせばいいのかということで、こちらまずご覧ください。こちらはですね、備えておくべき災害心理ということなんですけれども、藤井先生、フリーズ、ターンバック、バイアス、それぞれちょっとあんまり想像がつかないんですけれども、教えていただけますか。うん、そうですね、まずあの18、10、10の法則とかっていうふうに言われますけれども、まあ、100% のうちですね、そういうなんかこう危機的な事態が迫った時に、あの冷静に判断して動ける人って全体の 10% ぐらいしかいないっていうふうに言われていて、で、あとの 10% はあのパニックになってしまう。で、残りの 80% っていうのはこのフリーズですよね、凍りついてしまうということが起こるわけですね。で、いわゆる新規場面といって、こう新しい、まあ、場面になっあの人が接したときに、やっぱりこう思考停止のような状態になってしまうということが起こるんですよね。で、そうですよね、はい、まあ、想像するだけでもちょっともう、あのもうどう動いていいのか分からないって凍りそうですよね。うん、そうですよね。ですから、こういう漫画とかって非常に大事だと思うんですよ。まあ、経験者の方の話を聞いて、まあ、自分の中でイメージのリハーサルをして、で、まあ、自分の体験として、あの1回目にしないっていうか、気持ちの中でですね、あ、こういうこと前も考えたよなっていう状況を作り出すと、フリーズが起きにくくなりますよね。なるほど。ということは、やっぱりこういう漫画だったり本だったりイメージがつきやすい、そしてイメージを自分でするっていうことは、あんまりしたくないし辛いことなんだけど、やっぱりやっておいた方がいいということですか。そうです、ちょっと自分事として考えてみるってことですよね。そして2番目のターンバックですね、はい、こちらはどういうことですか。そうですね、あのこれ東日本大震災の時もそうだったんですけど、やっぱり一度避難をされて、まあ、そこから、あ、忘れ物あったって言って引き返したりとか、あるいはあそこ見に行ってみようとか、最近だとこう写真撮っておこうとか動画に残しておこうとか、あの人心配だから一回あっちも寄っていこうみたいな感じで、あの引き返してしまうことが、あの命を失うことにつながる場合もあるんですよね。ですから、やっぱり逃げるときは一方通行で、もう逃げ始めたら戻らないっていうようなことが大事ってことですよね。そして最後バイアスですね、はい、まあ、これもあのよく指摘される部分でありますけれども、いわゆる正常性バイアスといって、まあ、自分だけは大丈夫とか、まあ、これぐらいだったらちょっと様子見ようかなとか、あるいはその同調ですよね、あのみんなと同じような行動を取っていれば大丈夫っていうような発想というのは、特にこの避難するとき、あの災害が起こったときにはちょっと そういうことがあるということを事前に踏まえておくべきで、あのよく率先避難者っていう、ね、はい、言葉があるんですけど、やっぱり自分が一番に逃げるんだぐらいの、まあ、そういう気持ちを持って、で協力するのはもう避難所に行ってから、助け合うのはあのみんなで一緒にっていうのは、あのその逃げてからっていう感覚を持っていただけるといいかなと思いますね。なるほど、そうですか、いやその確かに避難所に行ってから大丈夫だよ、はい、みんな一緒だよって助け合いの気持ちは大事だけれども、逃げる時というのはあのそれこそ東北の時も言われましたけれども、自分をまず守る、自分が逃げるってことが大事なんだって話ありましたが、まさにそういうことですね。そうですね、だからそれぞれが主体性を持って逃げるっていうことをした方が、はい、あの同調バイアスも、ね、かかりにくくなりますよね。さあ、そして能登、半島地震から間もなく1ヶ月が経つということで、はい、こちら続いてご覧いただきたいと思います。心理学の研究から見られる震災後の心の変化ということで、藤井先生にまたこちらもご説明いただきたいと思います。はい、これはまあ誰にでも起こるですね、一つの心理的な変化ということで、まあ、横軸、まあ、時間軸に沿っているわけですけれども、あの、まあ、今まさにこの呆然自失の時期というか、まだ1ヶ月経ってませんから、はい、まあ、そういう時期だと思うんですけど、まあ、人ってその強いストレスがかかるとですね、あの元に戻ろうとか、よりこう自分の状態をこう高めてですね、このいわゆるハネムーン期って言って、まあ、支援とか報道が集中してですね、割とこう連帯感が生まれたりとか、まあ、あの気持ちがむしろ高ぶってですね、これから復興に向けて頑張っていこうという心理状態にこうなっていく時期なんですよね。なるほど。これあの先生、今は、はい、もうすぐ1ヶ月ということですけど、うん、どのあたりに、まあ、やっぱり呆然自失の方が多いんじゃないかなと思いますね、はい、人によってもそれぞれ差はあると、うん、そうですね、はい、ただそのハネムーン期というそういう、まあ、あの時期といいますか、うん、はい、心の状態になることがあるんだなと思いましたね、うん、そうですね、ですからそれ自体は悪いことではないんですけど、問題はですね、これから例えば人々の注目が減ったり報道が減ったり、あとはそのボランティアの方がちょっと数として少なくなってきたときに、
反応としてですね、このいわゆる幻滅期って大体こう、この高揚した感覚とか連帯感が高まって頑張ろうっていう気持ちっていうのはいつまでも続くわけじゃないので、だんだんこう、まあ、気持ちの面でもこう下がっていくっていうことが起こるんですね。ですから本来心理的支援もそうですけれども、やっぱり支援が必要な時期っていうのはもうちょっとこれから後に来る、だから長期的に見て支援していかなきゃいけないっていうことだと思いますよね。でそのハネムーン期があって、そこからちょっと落ち込んで幻滅期が始まってしまう、はい、うん、その幻滅期から次また再び再建期というのが来ると、うんうん、そうですね、うん、これはもう本当に半年以上とか年単位の話になってきますけれども、まあ、今例えば仮設住宅ができてそこに入居されて、でそれだけでもまず引っ越しって結構ね大きな負担がかかるわけですけれども、まあ、それからじゃあどこにまた家建て直すかとか、仕事どうするんだとか、家族の暮らしどうまた再建していくんだみたいな話になった時にですね、それがうまくいく方もいればまた元には戻れないよねっていうふうになっちゃう方もいらっしゃると思うんですよ。だからそれによってこう割とこう二極分化というか、まあ、再建が順調に心理的にも進む方と、まあ、一方でさらにこう落ち込みが強くなっていく方っていうのがいらっしゃるので、本当にここはだから年単位に見て聞いて、そしてつながりを持って支えていくっていう視点が大事ですよね。まあ、今はまだ呆然自失期なのではないかというお話でしたが、うん、はい、まあ、これ今もまだ支援、手厚い支援などがあり、うん、これからハネムーン期、もう一緒にみんなでとにかく頑張ろうっていう気がもしかするとあるかもしれません、うん、でその後の幻滅期なんですけれども、はい、この幻滅期に入ってしまったかなっていう場合の気をつけることっていうのは何かありますか？うん、そうですね、やっぱり孤立しないっていうことだと思いますよね。被災者の方のニーズをきちんと、まあ、実際に支援する側は目で見て、そして話を聞いて分析をして、でしかもつながり続けるっていうことが、こういう幻滅期に入った心の状態には必要なケアですよね。なるほど、まあ、心の状態本当千差万別、人それぞれだと思いますけれども、まあ、どんな人もやっぱり孤立しない、つながっているっていうことが、うん、まあ、救いにつながる可能性が高いと。そうですね、ですね、まあ、どうしてもね今最初この、まあ、直後ですから支援が集まりやすいんですけれども、うん、 ね、それをやっぱりこう今後も続けていくっていう、まあ、長期的に考えてどれだけ自分が支援していくかっていうことも、うん、はい、支援する側は考えてほしいなと思いますね。最後までご視聴いただきありがとうございます。アベマヒルズキャスターの柴田彩です。これを機にチャンネル登録もお願いします。